今日のマーティ君。マーティ君出るか。おいおいで。よいしょー。上抜かされたマーティ。よかった。そかそかそか。よかったね。すごいね抜け毛がマーティ。ね。今あっという間にこんな抜けちゃったね。はあ。うれ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 。じゃあマーティ君今日の本編いきましょう。私だ。ノリーク・スカイウォーカーだ。また戻ってきたぞ。今日はこちらで遊ぶとしよう。レゴ・スター・ウォーズ・スキー・スピーダー VS ファースト・オーダー・ウォーカー・マイクロ・ファイターズです。ということで今回はこのワシのフォースであっという間に組み立ててみせるぞ。ということで完成したぞ。こちらがスキースピーダー、こちらがファーストオーダーウォーカーだな。 ATM6 あれだろう、ではこのスキースピーダーから見ていこう。なかなか良い出来ではないか。こちら側がコックピットになっていて劇中と同じだな。そしてここにレジスタンススピーダーパイロットが乗っている。まあこの男はほぼ間違いなくポー・ダメロンであろう。髪型が特徴的だな。そして右側にはこのような武器が装備されている。このボタンを押すと発射するぞ。こんな感じだ。しっかりこの後ろにエンジンも搭載されているな。下にはこのような丸っこいものがあって床にしっかり置けるようになっている。そして嬉しいのはこれだ。モノスキー、モノスキーがちっちゃいがしっかり搭載されているぞ。なので劇中の動きをこのような感じで再現できるわけだな。そしてレジスタンスの地上からの砲撃用武器もあった。これはこの部分がちょっと曲がるがあまり他は意味ないかな。続いてこれがファーストオーダーウォーカーだ。マイクロファイターズにしてはすごくよく再現されてていいじゃないか。この足がな、内側に曲がっている部分とかいい感じだと思うぞ。そして頭もしっかりこのような感じで動かすことができる。そしてここにファーストオーダーウォーカードライバーが乗っているな。ミニフィグはこんな感じだ。ヘルメットを取るとカッカッって顔しているぞ。そしてウォーカーは肩部分に武器が装備されているな。先ほども言ったが足がなかなか良い。このような感じでしっかり曲がるぞ。後ろ足ももちろん動かすことができる。前のマイクロファイターズでもやったが、このようなお座りポーズをすることもできるぞ。かわいいな。そんな感じでマイクロファイターズやっぱりかわいいな。これは小さいので普通に飾っておいても飽きない。場所も取らないのでおすすめだぞ。そして今回も寸劇を期待していたあなた、ノリークは恥ずかしがり屋なのでできません。ということで今回はレゴスターウォーズスキースピーダー VS ファーストオーダーウォーカーマイクロファイターズでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンを押してくれ。そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出ているのでぜひチェックしてみてくれ。それとチャンネル登録はこちらからよろしくね。ということで今回は以上でございます。また会おう。